皆さん、こんにちは。夏美です。ジャパンテレビの本日ニュースを聞いていただき、誠にありがとうございます。サブスクライブして、最新のニュースを聞いてくださいね。本日の主な内容はこちらです。箱根連覇へ、東海大が誇る圧倒的選手層。だが、唯一不安の区間がある。東海大は、優勝候補の最右翼だ。昨シーズンは、 出雲駅伝3位、全日本大学駅伝2位、そして箱根駅伝優勝途順に階段を上っていったが、今シーズンは出雲4位。全日本では16年ぶりの優勝を果たすなど早くも、チームは仕上がりつつある。箱根連覇は、とんでもないミスが連続して起こらない限りに、かなりの確率で達成されるのではないだろうか。その最大の理由は育成強化が充実し、いろんなタイプの選手が生まれ選手層がズバ抜けて、 暑くなったからだ。前回の箱根駅伝で MVP を獲得した、東海大小松洋平春のシーズン。トラックの選手は1500メートルを中心に、スピード強化をずり、ロード組は別に合宿を組むなど、2A で強化してきたその結果、スピードを活かした走りを見せる、選手ロードはもちろん、アップダウンの起伏の大きなところで結果を出す選手など、 いろいろなタイプの選手が揃った。しかも中途半端に早い選手ではなく、それぞれのカテゴリーで最強の選手づくりをしてきた、成果が実を結んだ。質量とも、これだけ揃っている大学は、東海大しかないだろう。選手層の厚さに加え、前回の箱根優勝メンバーが多数残っており、経験も豊富ださらに言えば、現時点で故障者が、一人も出ておらず、夏前は不調だった。 黄金世代と呼ばれる4年生の主力が調子を取り戻してきている。エントリーされた16人それぞれが個性的な総力を持っており、コンディションも非常に良い,い。箱根駅伝は、それぞれの選手が持ち味を発揮して優勝した、全日本のバージョンアップになる距離が伸び、アップダウンの激しい場所さん登り、山、下りスピード区間と、箱根は区間によって様々な特徴があるが、東海大は全てにおいて、 適材適所、力のある選手を配置することが可能だ。もっとも、諸角即監督は、コース適正だけでなく競り合いになりそうな区間には、そうした展開が好きな選手を配置するなど、レース展開や、選手の性格も加味して、配置を決めるためいざ勝負になった時に、最大限力を発揮する。今回の箱根だが、エース区間の二区は、名取にニビフト年、山登りの五区は、西田総司、 三年に決めているようだ。前回も二区は、湯沢俊、当時四年、五区に、西田、六区に、中島礼里、現四年が早々に決まっていた。重要区間と特殊区間が決まれば、勝負をどこに置くかで、区間配置が変わってくる前回は、往路で三位以内、袋で優勝というレースプランを立てて、区間配置を行内完璧にはまったが、今回もプランは同じだ。大路は、 国学院大や東京国際大をはじめ、実力のある選手を積極的に起用してくる大学が多く激震消耗戦になる。東海大は、あえてそこで勝負せず、守りの駅伝で往路をしのぎ、袋で攻めの駅伝に転じる。往路が終わった時点で、トップと1分30秒ぐらいまでなら、袋での逆転が可能だろう。つまり、強力な戦力を、袋の、 全区間に投入できるだけの選手層を持っているということだ。ただ、唯一計算できないのがロックだ。過去3年、山下りで区間賞争いをしてきた中島が、不在のため、誰を起用しても、初めての経験となる。前回、中島のタイムは58分06秒だった。ロックを58分台で走れる選手が出てくれば、7区以降で逆転する、レース展開はイメージできる。逆に、 ロックで大幅に遅れるようだと、その後の逆転劇が難しくなる可能性が出てくる。誰をロックに起用するのか、東海大にとっては大きなポイントになる。そしてもう一つ、鍵を握る区間が4区だ。常々、諸角監督は4区を重要区間に上げている。従来この4区はつなぎ区間で新戦力が試される。機会が多かったが、前回は、東洋大の相沢明。 現四年が区間心を叩き出す総理でトップを奪い、往路優勝へとつなげた東海大も、諸角監督が絶大な信頼を寄せる駅伝男の縦沢通る次、現四年が四区を走り、ライバルの青学大を抜いて、レースを優位に進めた三区まではそれほど差がつかないことが予想されるので、四区でどのくらい差を広げあるいは詰めて、山登りの国に助けを渡せるかが重要になる東海大は、 全海道洋館沢が入るのかそれとも、今、シーズン最も安定している、塩沢奇跡、3年が入るのかそれとも秘密兵器となる人物を投入してくるのか ?4 区の区間配置は、東海大にとって大きな意味を持つので、注目したい。エントリーされた16人の中で注目しているのは、正松傭平、4年と、軍事明大。 4年だ。まるで太陽のように明るい2人は、他の4年生とノリが違うだが、彼らが、ムードメーカーとなって、走りでもチームに勢いを与えており、東海大にとってなくてはならない存在になっている。2人とも、絶好調を宣言するほど調子が良く、おそらく小松は、勝負区間で起用されるだろうし、軍事も、袋の9区か10区あたりでレースを占める役割を担う。 ことになりそうだ。今回の箱根駅伝はワクワク感しかない。東海大には、東洋大の相沢や、国学院大の土方秀和、4年、浦野雄平、4年東京国際大の伊藤達彦、4年、といった大エース、大砲と呼ばれるような選手はいな。それでも、選手個々の質が高く、普段通りの走りを見せられれば、トップで大手町に飛び込んでくるに違いない。 ご視聴ありがとうございました。何かご意見があれば、コメントをしてください。また、最新のニュースを見れるように Like ボタンとフォローボタンの多くを忘れないでください。